よいしょよいしょ、かけたかけた。あー、お絵かきってやっぱり楽しいな。うん、母のお絵かき大好き。うん、よし、ここをこうしてっと、よし、パパ完成。あ、でももうちょっとひげ長いかな。うん、こんな感じだ。母のママの似顔絵かけた。で、何してんの母の。見て見て、ママ完成した。あ、で、母のお手手すごい汚れてるじゃん。だってお手手で描いた方が早いし楽しいもん。もうそんな手だとどこかに絵の具がついても知らないんだから、手洗ってきた方がいいよ。はい。せっかくお手手可愛いのにな、落とすなんてもったいないな。うわあ、だだだ、あー、クッションがあったから助かった。わあ、どうしよう、クッションに絵の具がついちゃった。でもよく見たらなんかすごいおしゃれな感じになったかも。そうだ、ハードがもっとリビングおしゃれにしよう。よし、いっぱいやっていくぞ。まずソファ、えい、部屋、あー、いい感じ、どんどんやっちゃおう。いやあ、なんかすごい足跡みたいなのできた。よし、こっちのクッションもこっちがペタペタしたからこっちでーってしちゃおう。クッションもソファもおしゃれになったし、やっぱ壁もだよね。うわー、あー、すごい、うわー、かわいい。はー、完成した。ハード、いつまで手洗ってるの。あー、ときみお姉ちゃん、すごくかわいいからちょっとこっち来て。かわいいって、なにこれ。ただいまー。うん、なんだこれは。めちゃくちゃおしゃれになってる。ただいまー。いや、外のスーパーがさ、すごく安かったから通りしちゃったよ。ないよ俺。おー、おかえり。リビングがめちゃくちゃおしゃれになったぞ。おしゃれになってるじゃないわよ、パパがやったのこれ。おい、やってない、今帰ってきたばっかりや。そうなの。じゃあパパ、証拠見せてみなさいよ、証拠。証拠、あ、ほら、ほら、本当に。じゃあ、トキミかハーノかタクゾーかしらね。まったくこんなめちゃめちゃにして許されたら。おしゃれでいいと思うんだが。ちょっと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 、あんたリビングを絵の具で汚したでしょ。私やってないよ。じゃあ証拠見せてみなさいよ、証拠。お、ほら、うん、ほんとね。じゃあハーノかタクゾーね。もう許されたから待ってなさい。ママめちゃくちゃ怒ってたな。あの、大丈夫かな。いや、お腹減ったな。タクゾー、あなたリビング汚したでしょ。リビング、知らないよ、そんなのやってないよ。じゃあ手のひら見せてちょうだい。手のひら、なんで手のひら。はい、汚れてるじゃない。やっぱり鉄道だったのね。いや、違うよ、さっきまで友達と野球やってたから泥の中で汚れちゃったんだよ。だからさっさと手を洗ってください。はい。あー、やっぱりカラフルですっごく可愛いな。あの、やっぱりハードやってないよ。やってない？もうパパもタクゾーもトキミもみんなやってないっていうの。そしたらもうハードだけでしょ。やってないって言うんだったら手のひら見せてみなさい。いいよ。はい。あら、汚れてない。ほらね、ハード言ったでしょ。ママが来る前に手洗っといてよかった。じゃあ誰がリビングを汚した犯人なのよ。このクッションについた小さな手の形はハードじゃないか。パパ、あ、そっか、手を洗っても残った手の形で誰だか分かっちゃうんだ。そっか、じゃないわよ。やっぱりハードだったのね。
まあ水性絵の具だし、みんなで綺麗に片付けたら落ちるんじゃないか。それにこれもうまく描けてるじゃないか。ん、あら、これ私うまく描けてるじゃない。絵の具を使ったら綺麗に手を洗わなくちゃいけないが、ハーナの個性はこれからも大事にしてほしいなとパパは思うぞ。ありがとうパパ。パパもたまにはいいこと言うじゃない。さあ、じゃああとはこれを綺麗にみんなで片付けるわよ。うん、はーい。よいしょよいしょ。あ、ちゃんと落ちるわね。うん、よかったよかった。あら、ここの色とかすごいおしゃれじゃないよこれ。よく見ると綺麗よね。でしょ、すごいおしゃれになったんだ。ポケモン相性じゃんけん、私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い、水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。メッソンだったので猿乗りを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな。